明館大学スポーツ健康科学部の吉岡と申します。この度高齢者の寝たきりを予防することに使える家庭用筋力測定器を開発いたしましたのでご紹介いたします。これがこの度開発した機械になります。この機械はですね、主にこの2つのモーションセンサーから成り立っております。このモーションセンサーを胸と足2箇所に取り付けて全速力で立ち上がり動作を行います。その際、全速力で立ち上がり動作を行う際に必要とされる筋力についてこのモーションセンサーと運動方程式を用いて算出いたします。それでは実際に測定してみます。モーションセンサーを胸と足2つに取り付けました。次にコンピューター内の専用のソフトを起動しました。これで準備が完了です。実際に測定動作を行ってみます。まずしゃがみます。そして次にスイッチを入れます。そして全速力で立ち上がります。しばらく待ちますとこのような値が得られます。私の筋力は 177% という値が得られました。それでは計測値について説明いたします。こちらのグラフをご覧ください。このグラフには大事な点が2つあります。1つがこの点線のラインとなります。このラインは日常生活に必要な最小の筋力のラインを示します。もう1つこの緑のラインをご覧ください。この緑のラインは私が動作を行っている時に発揮された筋力を示しております。このピークの値が私の持つ最大筋力となります。今回の場合 177% という値が私の筋力となります。それではいろいろな人のデータがありますので、そちらの方のデータをもとに説明させていただきます。こちらのデータをご覧ください。これは横軸に年齢、縦軸に筋力の余裕度を示したグラフとなります。この各丸もしくはこのひし形の形がそれぞれの人々のデータとなります。このデータが若者から高齢者にかけて徐々に下がっていくのが見て取れるかと思います。で、この測定の中でアンケートも取ったんですけれども、この 130% のラインを下回ってくると日常生活に非常に困難を伴うような場面が出てくるということが分かっております。また 100% を下回るような方々の中には要介護の方々がいたり、もうほとんど日常生活で動かないというような方々も含まれております。そのため、例えばこの機会から分かることとしまして、 130% を切ってきたような方々にはトレーニングがおすすめされます。例えばこの 130% を切るようなこの辺りの方々に勧められるようなトレーニングとしましては、スクワット動作や毎日階段を必ず1回は上がる、そういうようなトレーニングがおすすめされます。一方でこの 100% を切ってくるような方々は日常生活の動くこと自体にかなりの困難を伴い始めている方々ですので、その動くということを嫌わずにですね、日常生活の中で少しでも動いていく動き続けるということを意識するだけでも大きな成果が得られるのではないかと思います。今説明したようなことが分かることがこの機械の大きな特徴になります。以上がこの度開発しました筋力余裕時計の説明となります。現在2年後の市販化に向けて研究開発を進めております。この筋力余裕時計が市販化されますと、現在家庭で用いられている血圧計や体組成計のように家庭で気軽に筋力管理ができるようになり、高齢者の寝たきり予防につながることが期待されます。